ニューヨークのベルベディア城にある途上部のコカトリス。コカトリスは、オンドリとヘビとを合わせたような姿の、伝説上の生き物である。フランス語では、コカドリーユと呼ばれ、トカゲの姿をしているとされる。コカトリスは、オンドリの産んだ卵から生まれるという。オンドリは7歳で、卵は、引きエルが9年間温める、などという民話も生まれた。飼い主の家にいる人物から少しずつ血を吸い、 やがて死に至らしめるという。同じく伝説の生物であるバジリスクから派生したとされているが、そのきっかけは14世紀にジェフリー・チョーサーのカンタベリー物語においてバジリスクがバシリコックという名前で登場したことである。その名はやがてコカドリスに変化していき、その長さす生物の外観も元々は蛇であったものが首から上と下手はうんどり、銅と 翼はドラゴンをは、蛇という風に、複数の生き物が混合した姿に変貌していった。能力は、バジリスクと同じようなものを持ち、人に、槍で襲われるとその槍を伝って、毒を送り込んで逆に殺したり、水を飲んだだけでその水場を長期間にわたって、毒で汚染したり、さらには、見ただけで相手を殺したり、飛んでいる鳥さえ、視線の先で焼いて落下させたりするとされた。 中世の聖書の様々な版のいくつかにコカトリスが登場したため、当時の多くの人がコカトリスが本当に存在すると信じていたという。ウィリアム・シェイクスピアのジューニアの中でも登場人物がコカトリスについて研究している。今日のヨーロッパにおいてコカトリスはバジリスクと同様に文章の中にしばしば描かれている。古代ギリシアの文献では、 エジプトのマングースをイクネウモーンと呼んでいたが、これがラテン語カルコトリックスに翻訳され、古フランス語ココトリスを経てコカトリスになったという。イクネウモーンはもともとはヘビを殺す動物とされていたが、これが中世イギリスにおいてバジリスクと混同されて一つのものになり、本来の意味とは逆にヘビの怪物と思われるようになったらしい。なお、 外見などに鶏の要素が付け加えられたのは、たまたま名称に含まれているコックからの連想によると考えられている。ただし、12世紀に書かれた動物グイタンアバディーンベスチリーに描かれているバジリスクの時点ですでにオンドリのような姿が見られる。ありがとうございます。